やばい。やばいやつばっかり。さあ始まりました。月曜金曜十分に立つコーナーでございます。このコーナーは奈良にまつわるニュースをここら調査員が紹介して少しでも奈良に興味を持ってもらおうという内容になっております。今回のニュースは、お、不思議ハンターですね。じゃあ、大ちゃんに教えてもらいましょう。テレ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 、世界でのネネツ、ポリキー、ポリキー、世界での秘密。恥ずかしいですね。トリンキーといえば、はい、三角形の秘密ですよね。はい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 、私、この度、八角形の秘密を見つけてきたんですよ。八角形、あの、灯籠とかの八角灯籠って言いますよね。八角灯籠言いますね。うわ、こわ。八角灯籠言いますよ。どうしたんですか、あんまり薬物はダメですよ。薬物とかいう言葉をもう使うんじゃないって簡単に。怖いわ、この人。いや、八角形っていうのは非常に奥が深い不思議な力が宿った形と太古からされておるんです。へ、うん、そうなんよ。まあ、簡単に言ったら円に丸に限りなく近い。ああ、はいはいはい。まあ、自然界にはなかなかないじゃないですか。なるほどね。はい、そんな不思議な八角形スポットを発見しましたので、ちょっとご覧いただきたいなということで、うん、まあこれがこちらなんですよ。 うわ、八角形ですね。八角形でしょこれ。これどっから撮ってんの、よく考えたら。これもドローンですね。あ、映像引っ張ってきたってことね。はい。今なんかふと思ったら、やめてください。そんな、私今回見つけてきたのが奈良県飛鳥村。飛鳥に大自然の中に、ありえへん。しかも今見ていただきました、あの白亜の八角形、まあ、真っ白なね。綺麗すぎるでしょこんなもん。すごいですよこれ。何これ、こんなん絶対昔ないもん。スターウォーズに出てきそうだね。まあまあ確かに。すごい形じゃないですか、うん、シェルターみたいな。はいはいはい、はい、これ実はでもね、再現なんですけども、ああ飛鳥時代にこの鬼同じ形があったと、もう本当に嘘だ、精密に再現されてないよ。いやいやいや、いいですね、あなたの便利。ないですよこれはですね、実はご覧ください。もうこれね、見ていただくと大体わかる方はわかるんですけども、墓ね、お墓、そうなんです。お墓なんですが、ないよ、あんなもん。宇宙シェルターみたいな。デススターの先っちょみたいになってますやん、これ。そうやな、デススターあったな。星消せるぐらいのレーザーだったやん。ほら、見てください。こののどかな飛鳥村にですね、こんな感じで。まあ、でも実際ですね、はい、ほんまにこれ真面目な話しますと、あの、考古学の方でちゃんと調べがついてるんです。ご覧ください。うん、ここは、なんと、そうなんです。お墓の名前、正式名称を言いましょう。剣越塚古墳と申します。ね、石の文化がね、実はこの飛鳥地方には非常に根付いてる。そうね、飛鳥といえば石みたいなね。石舞台も行ってきました。石舞台も行きましたよ、ね、うん。その石の文化を作った石の女帝と言われている斎明天皇という方が、ここに祀られてる、あの、秘葬されてるんじゃないかって言われている。まあでも斎明天皇って言われても誰って、分からん分からん、全然分からない、ね、あの、まあ簡単に言いますわ、はい、大化の改新の中野上皇子のおかんです、うん、あ、そうですか。で、斎明天皇は日本を思う気持ちがものすごく強くて、うん、当時の世界情勢で言ったら、うん、隋っていう国がなくなって、はいはいはい、もう唐が立ったり、うん、で、あの、何、朝鮮半島の、あの、百済とか新羅がもう大変なことになってるから、うん、これは大変やって、日本もなんとかせなあかんっていう時の一番最初の方。だからやっぱ日本ですごいよっていうのは、まあ、奈良時代もそうですけど、はいはいはい、見せなあかんから、この言うたら石造りのね、近代都市、その当時の近代都市を作るっていう計画を実際実行に移してた人です。そうなんや。で、八角というのが、うん、これ実は四方八方の八ですよね、うんうん、もう全てにおいてちゃんと自分たちの支配というか、うんうんうん、あの、目を届かせるという意味でのこれ八角両方というふうに、なるほど、不思議やな、確かに。あ、今ね、ちょっと今不思議ついでにちょっとささやに雑学でもいこうかな。うん、噛んでますけどね。よろしいですか、ささやに雑学。八って、うん、タコの八本足、オクトパスとか、はい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 、で、格闘技のね、金網なんか、八角形、オクタゴンなんて、うんうんうん、オクトなんとかっていうのが、八をなんか意味するらしいんですけど、うん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 、
8月って、うん、あれ10月がオクトーバーじゃん。ああ、はい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 。これなんでかご存知ですか？不思議ですよね。いや、最初間違えたんちゃいます？最初間違った？間違えてつけたんちゃいます？あのね、それもそんなに外れてもないんやな。間違ったっていうか、もう言いますわ。はい、あのこの西暦みたいなのって、まあ、古代ローマから、まあ、キリスト教の流れでできたんですけど、はいはいはい、昔はあのスタートが3月からだったんですって。はいはいはい、はい、ね、うん、そっから3月から8番目が10月なんで、あー、なるほど、ドーマーってなんて、うんうんね、っていう雑学でした。海外でも8はそういう数字っていうのはちょっと知らなかったですね。これは実はね、うん、もう世界規模で見てもそうなんですよ。例えばキリスト教、キリスト教では八っていうのが復活に関わる強い力を持ってるもんと言われてる。なのでキリストのね、復活祭の時の、あの当日を含めたのは8日間8日間ですし、キリスト教に関する建物は八角形とも相場が決まってる。はい、もっと怖いこと言いましょうか。なんかキリスト教の聖書、ヘブライ語とギリシャ語をカラバス秘術の数字に置き換えると、すいません、分かりません、この意味は。ただ888とか。もう全然伝わんないですね。だからやっぱ8つけると、なんかええことあるんちゃうかっていうね。そうなんやろね。だって嬉しいなと思った時も、やっぱ、ハッピーって言うでしょ。いや別にその8数字関係ないでしょ。関係ないの、うん。あれもそうやんか。NBA で今めちゃくちゃ頑張ってる、八村塁。あ、ほら、8つ。ええねん、8。それはもう名字ですから、別に本人意図してないですよ。あ、そうなんか。皆さんも身近にある8見つけたら、あ、それ違う。まあ、それはいいです。じゃあ、この、剣押塚古墳。まあ、いろんな、このイメージが広がるところなんで、うん、ぜひ行っていただきたいなと思ってます。なるほど、そうですね。帰、はい、ります。はい。ということで、アスカにある剣越塚古墳を、ご紹介いたしました。JR アスカ駅からも近いみたいなんでね、よかったら皆さん、なんかできたばっかりですし、よかったら足を運んでみてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。